はい、両団子の、浅棚釣りですね、まずですね、竿が発尺2メーター40になります。道糸が1号、ハリスが 0.5 号になります。今回使う木は、ボディの長さが6センチで、パイプトップがついています。餌落ちの目盛り、上にも下の針にも餌がない状態で、トップの4分の1ぐらいが沈む、この浮きですと、まあ、赤がちょうど半分ぐらい沈むぐらいのところを餌落ちの目盛りにします。続いてハリスですけれど、ハリスの長さは上のハリスが20センチ、下のハリスが30センチですね。針は上下ともに6号の針がついています。使う餌はパウダーベイトヘラ、はい、この餌を使います。実際にですね、餌の大きさは人差し指の頭ぐらいの大きさに、このぐらいですね、このぐらいの大きさになります。針を持ちまして、餌の上から差し込んであげて、両方の指で押さえてあげる、こういう形になりますね。同じようにもう一つの針も持っていただいて、餌の上から針を刺して両方の指で押さえてください。付け終わると大体こういうような形に、はい、なります。上と下に同じ餌をつけて、これで浅棚の両団子の釣りです。